皆さんこんにちは。時刻は15時30分を回りました。ウェザーニュースライブアフタヌーン、このお時間は小川千奈が担当しています。よろしくお願いいたします。いや、今日は前髪が不調なんですよ見ててわかると思うんですけど、ちょっと前髪がアフタヌーンあるあるですね。一回こうヘアスプレーかけすぎてパキパキにしちゃったこともありましたし、ちょっと今日は不調なんですけれども、しっかりと元気もりもりでお伝えしていきたいと思います。最近私はアンテナショップ巡りにちょっとハマっているんですけど、この前山形県のアンテナショップに行って、いろんな気になるものとか友達に勧められたものとか買ってきたんですけど、あの雪割納豆っていう納豆があるらしくて、私岩手の人間だったんですけど全く他の県の知らなくって、ちょっとなんでしょうね、もうしょっぱいんですよ。しょっぱい納豆で醤油とかいらないんですけど、それを知らなくって、あの普通の納豆みたいにご飯に山盛りにして食べたらもうなんかしょっぱすぎてびっくりしちゃったんですけどなんかそう、ちょっとしょっぱめなんですよね。多分保存食なのかな。それで雪割納豆っていうのを初めて知ったんですけど、あ、本当にね、あの醤油とか入れなくてもすごい味がついていて美味しいんですけど、でも少量ずつこうパクパク食べたらご飯がこう止まんないぐらい美味しくて、すごい美味しかったのと、あとオランダせんべいっていうのをなんかあったので買ってみたら、オランダせんべいすごい美味しくて、もう今一番ハマってます。オランダせんべい、もうオラせん、はい私といえばね、結構おせんべいの絵文字送っていただくことも多いですけど、オランダせんべいっていうおせんべいすごい美味しくて私大好きになりました。オランダせんべい、なんか後ろパッケージ見たら由来書いていて、こうなんか自分たちのことを東北の人ってオラだっていうのをなんかこうオランダにしたみたいで、でも確かにオラって言いますよね。オラオラオラっていうことでオラせん、オラせんです。なんかあれですね、台風10号、サンサンっていう名前なんですけど、私結構地元でセンセンって呼ばれることが多くて、しかも今回のこの台風10号、サンサンってすごい日本に影響ありそうなので、なんかこう人事ではないような感じがして、すごい今注目してるんですけど、はい、センセンって結構呼ばれることが多いんですよ。そのサンサンって決まった瞬間から皆さんすごいセンセンってコメント欄でも送ってきてくださってたんですけど、もともと地元でもセンセンって呼ばれること結構あったのみたいな名前、確かに。いや、一回なんか応募してみたいですね。動物園とか結構公募あるじゃないですか。あの動物の赤ちゃんが生まれました、名前つけてくださいみたいな。いつかこうパンダセンセンで応募してみたいなって思ってるんですけど、はい、せんせんです。皆さんもしっかりさんさん、いちごの絵文字もぜひお願いしますいや、せんべいも気に入ってます。でもね、全部欲しいんです、全部ということで、オランダせんべいちょっと最近ハマってますというね、毎日もちょっとあの近況報告でした。はい、近況報告、いちごパンダ、パンダといえばアイリンさんですからね。今日はアイリンさんにちょっと聞きたいことがあるので、ちょっとクロストーク楽しみにしてるんですけど、またちょっとあのウェザーロイドさんの今更聞けないシリーズ、私今疑問持ってるので、ちょっとマネージャーさんに聞けたらなと思っています。何事もなければ16時48分からクロストークもありますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではこの時間、衣装協力のご紹介をさせていただきたいと思います。さあ今日もですね、素敵な衣装協力で、今日ここですね、ポイント、ここ今日はあのなんかネックレスがいらないっていうことで、近いはい、ということでここに、パールがついていて、ネックレスがいらないっていうスタイリストさんのアドバイスだったので、すごい助かるなと思いました。結構衣装でネックレスいただく際、私マグネットネックレス協力いただくこと多いんですけど、ネックレス私すごいつけるのが苦手で、10分ぐらいかけたりするんですよ
金具すごい苦手で、こうね、自分の前でこう鏡を見てやったりするんですけど、全然できないこととかあって、だからこうネックレス苦手な私にとってはすごい助かるネックレスいらずの可愛いトップスになります。イヤリングはお世話屋さんということで、いつもお世話になっております。すごくね、小さいながらも存在感があって、ピンクゴールドの可愛らしいイヤリングを協力いただきました。はい、近い前近いって言ったらスタッフさんが本当に私が怒ってると思ってなんか怒ってましたって言われたことあったんですけど、全然怒ってないですなんか寄りすぎて怒ったと思いましたって言われて、なんかみんなに手振ってるみたいになりますね。違います違いますということでね、すごい素敵な、なんかピンクもある、あのグレーというかピンクグレーですかね、なんかはい、可愛らしいトップス協力いただきました。そしてレーススカートも合わせてすごく爽やかなコーデとなっております。今日はまゆちゃんの衣装を協力、見た方もいらっしゃると思うんですけど、あのまゆちゃんは今日はここにパールがついていて、だからなんかちょっとパールお揃いみたいな感じですごく嬉しかったです。スカートはですね、ちょっとこの透け感があってすごい可愛らしい、何層にもなっているものなんですが、はい、とっても可愛らしい光沢感がある素材ですね。何の柄ですかね、なんだろう、スタッフさん何の柄ですかって、お花が、お花っぽいですね。はい、ということでありがとうございます。はいでもね、アフターヌーンなんですよ、この近いあのモーニングとかだとね、なんかこう黒巻きでありがとうございますって言うんですけど、カメラが近い、熱い、未だにね慣れないです、ドアップは。はい、ということで、シューラルーさん、インデックスさん、お世話屋さんから協力いただきました。なんかこういう歌ありましたよね、なんかありましたよね、英語の歌ということで、今日も素敵なね、このフローラルなコーデありがとうございます。え後ろこんな感じもうなんかちょっとターンですか、やだ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 、え何ですか、ターン何ですか、やだやだやだちょっと明日練習させてくださいちょっと小林塾に通わなきゃいけないから、じゃあどうしよう、じゃあ明日ターンじゃなくて、あの音楽なしでイージートゥーダンスのエクササイズやります今日はちょっと待ってください、もう明日やるは今日やる、明日やるは今日やる、わかんないちょっと荒ぶれすぎて前髪もおかしくなってきたあー前髪がちょっとダメ、今日は前髪ダメなんです、ということで、だいぶ荒ぶりましたが、ここまで衣装協力のご紹介でした。ということで、ここからはしっかりとお天気お伝えしていきたいと思います。はい、